皆さん、こんばんは。今回は、226番道路。南は海、北は山。いよいよ、バトルゾーンっぽい、荒々しい地形になってくるんだぜ。とは言っても、海の方は島作りの段階で、ここ226に合わせて作っているので、特に問題なし。山の方も、前回のコピペ山を適当に添えて、合わせていけばいいかなーと。周辺の地形はなんとかなりそうだね。226自体も、ロッククライムが移動の中心となる、高低差の激しい地形。マイクラ映えがする、いい場所だー。山なんかがあると、やっぱり一人称視点で見た時の感動も大きいと思うんだぜ。白帯の森や209番道路から天山山が見える感じだね。それなら、マリエシテから見えるラナキラマウンテンや、ハウオリシテから見える天カラットヒルとかもいい景色になりそうじゃないか。だからアローラは山ばっかできついって言ったじゃらランが。でも地方としては、比較的小さい気がするから、いい感じの山を最初に見つけて、その周りを開拓していく感じで作っていけばできそうじゃないか？その山、を、見つけるのが大変だろうけどねー。まあカロスや一種作るよりは簡単だろう。カロスは、真ん中にある、あれ？無理でしょ。めちゃくちゃ広いのはもちろん、丸い形だからね。丸い街をマイクラで作るっていうのは、なかなか無謀なんだぜ。他にも、カロスってちょくちょく大きな建築物があったり、どう作ればいいか、非常に頭を悩ませる地形、建物ばかりです。その分、マイクラ映えしそうな地方なんだぜ。ドットの頃じゃなかなかなかった大建築物があるのは、すごい楽しそうなんだけどねー。ただ、マクロな視点で言うと、カロス全体が厄介そうでして、真ん中のあれを中心に、道路なんかが環状構造になっているのが厳しい。ああ、環状構造ね。それはカロスより、一種地方じゃないか？ああ、うんうん。ハイリンクを中心に、雷門石化層流さざ波をぐるっと一周する構造。橋なんかもあって、うまくつなげられるか、恐ろしすぎる。まだドットの頃だから、ちゃんと測量して作ればいいだけなんだけどな。でも一種は測量しても簡単には作れない場所があるからね。言うまでもなく、あの橋とその先の町のことだけど。あの橋、か。想像できないな。ブラックホワイト2の存在もあって、他の地方より町やら作る箇所も多く。大変そうだけど、すごい充実した世界が作れそうで楽しそうだけどねー。充実って言えば、関東城都じゃないか？この3つの地方は、やっぱりセットで作っていきたいんだぜ。確かに。ただ、関東城都という2つの地方をセットにしたら、当然、作成範囲も膨大になりまして。いやあ、ここも終わる気がしませんなあ。道路なんかは、良くも悪くもシンプルな地形が多い気がするから作りやすそうだけど。
思い出を壊さないように作りつつ、かつ、ゲームだからで済まさない、現実的な地形や街に仕上げたいんだぜ。秘境やら、他にない雰囲気の街も多いから、楽しそうなんだよねー。あとは、方園だな。方園は、海に囲まれた、自然豊かな島国、と感じるところ。やっぱり島としてまとまった形で、作る必要があるだろうね。海に囲まれているっていうのはいいよねー。新大も、大きいけど、海に囲まれた土地という同じ条件ですが、雪で覆っちゃえば、多少雑な地形もごまかせるかなー。と思っていました。まな板でも一面の銀世界だとそれっぽく感じちゃうもんな。一方、方園は島国として形作っても画面外に当たる地形を自然豊かにするのが大変そうで大変そうで、実際に、今作っているバトルゾーンも、結局まな板の上に木、生やしているだけだからな。このバトルゾーンの調子で方園を作ったら、悲しいことになりそうなんだぜ。そうだー。今はバトルゾーン作っているんだー。なんか、他の地方をマイクラで作ったら話をずっとしていましたが、まだまだ、新王すら完成していないわけです。新王が完成したら？大パリメイクが来るまで喫茶機神殿あたりで眠っておきます。リメイク来ても調子でなそう。まあ時期尚早な話はさておき。今は、現在進行形で作成しているバトルゾーンに目を向けて、特に見どころもなく完成した226番道路。完成したものがこちらです。ホワイト。緑、この対比がいいね。よじ登っている感好き。
降りるときはなかなか怖いけどね。ということで、226番道路、どうでしょう。高低差のある険しい地形。そんな雰囲気を感じてもらえれば嬉しいんだぜ。北部の山岳地帯、南部の森林地帯も賑やかになってきて、いよいよ、バトルゾーンらしくなってきたかな？山も木も、適当に生やしているだけだけどね。山は、一応ね、今後の作成地を考えて、生やしています。つまり、次回、ハードマウンテンの登山道、227番道路、リゾートエリアのある東の半島には行かず、ハードマウンテンに向かうのか。はい、先に、山場、を、乗り越えたいと思いまして。次回、山岳地帯に突入、いよいよ山場に向かっていきたいと思いますので。また、よろしくお願いしまーす。バイバイ。